ちょっとメディアの方とですね、IT の方も最近参ってるんで、カットしないでくださいね。何回もアップしようと思ったらあれですけれども、どうしてこういうふうにですね、大量の、放火の後に大量の、アパート建った、マンション建ったかというか、そうやって参ってるんですよ、全国で。そして実際にブランシェルの1階にですね、深澤かりんと偽名で、住まわせて、そこにはですね、テレビ朝日のテレビの力の、制作会社、林生さんの時ですね、の方をですね、騙して、いろいろマンション出入りしてますよね、撮影すると言って、騙してですね、40代仲間の、竹下通りでですね撮影していた方です。バイクの、2017年か18年にですね、暴走族のように竹下通りのですねラフォーレの前を走って若者と、リードしていた方のグループですね、その方々を騙してですね、2005、6年頃に行徳に引っ越してきたんですけど、その方々はですね、テレビ朝日の制作会社の、騙してですね、そこで一泊してこいと言って、参ったところに居住させてましたね、2018年の、5月ですけれども、そういうことをやってるんですよ、船橋放火の後ですね。だからなぜこれを暴露と しようとしたらですね、東京の警察官、しかもチョコレートスキンとマリーエロってですね、ブラウニーのポリスマンがですね、MPD の、なぜ逮捕しようとしたのか、私を冤罪でですね、何やってるのか、バカも本当にね、いい加減にしようと思って、こういうのですね、自分たちも茶色いのに、ホワイトオンリーの意味分かってない、ただのバカなんですけどね、使い捨てですから、警察官なんか。まいたら自分たちもとっくに感染してますよ、バカじゃないのかなと。で、若者を騙してですね、あと、割と容姿のいい方ですよね、ブラウニースキンとチョコレートスキンのですね、背が高くて首が長くて、そういう方をですね、清掃業者としてですね、お前行ってこいと、今日はお前行ってこいとですね、まあ、白い女性と混ぜてですね、若い方から使ってって。で、それでそのブランシェルは1階に限ったらですね、1階の1丸いくつに、たくさん私、以前、YouTube に画像載せまして、全部カットされて、おそらく白人系の方がカットしてるんですよね。YouTube とか GAFA っていうんでしょうか。それ実際撒いてます。それで市川だけではないですね。だからこれだけ拡大してるんだと思いますけれども、そしてここを船橋放火の4年ぐらいそういうことやってるんですね。それを言おうと思ったらことごとく逮捕の歯を抜かれたりですね、彼がですね、何をやってるのかなと。